郡も冷静にコントロールします、うん、はい、佐々木追い越しに行く山口、武藤は中、近い距離の宮代を使う、その宮代入って宮代のシュート、うん、射抜きました。宮代大成、今シーズンチームトップ6ゴール目、大事な終盤で得点を取りました。これで1対4です。いや、突破のところが素晴らしかったですよね。で、山口選手が走ることで中央の選手がサイドに行くことでフィルターがどんどんいなくなって、最終的にまあここでね、起点になっているミシェル選手と山口選手、はい、佐々木選手もゆっくり持ち上がって、ボランチの選手は、ね、こっちに引き出してるんですよね。最終的にはシュートコースが空いて、もうあとはこのリズムですよね。そうですね、ちょっとキーパーが反応しにくいタイミングで2ステップで打ち切ってる、はい、